ごハットですよ、お前。全然わかんないけど、わかんないなかなかうまい。あーざい。サウナグッズ、サウナグッズ大好き、サウナグッズ全部くれ今日は藤森さんとはじめ社長に来ていただきました。よろしくお願いします。何サウナグッズあるんですか。楽しみ。お二人にもっとサウナを楽しんでいただきたいということで、ちょっとグッズをご用意しました。ありがとうございます。はい、目の前に見えているものもいいですか。はい、ご法度ですよこれ。怒られるですよこれ。サウナ内にね食べ物を持ち込むこれご法度ですけども。そうなんです。まずはスタッフさん置き忘れですかこれは。置き忘れではなく、はい、置きました。何ですか。それはですね、あのウインナーを焼くためのサウナストーンです。ついにそんなの出ました。本当にあるんですよ。ライベートサウナだったらこれでも食べられると。ありです。これまあ確かに高温になってるから、まあ、フライパンみたいな。そうなんですよ。まあ薪でねガンガン焼いてますから食べれる。焼けてるよ、ね、焼けてますね。あっかなかなかうまい。よかった。これ新しいですよね。新しい。なんだ、うん、プライベートだったらこういうのね、うん、ちょっと軽くバーベキューしながらみたいな、うん、確かに確かに。今それこそアウトドアサウナ楽しむ方も増えてますから、うん、はい、そういうシーンにいいんじゃないかなと。うん、確かに。ということでニューアイテムで。確かにいいです、面白い、うん、はい、はい、煙突の横にあるんですが、本当ちょっと変わった形のストーン見えます。はい、これですか。そうなんです。これちょっと水を入れると、はい、ある仕掛けが。はい、サウナストーンの中にお水が入れられるようになっていて、沸騰するとこうポコポコっと小さな噴水のようになって楽しめる。まさにちょっとこれポコポコ来てますね。来てますね。新しい形のサウナストーン。なんかでも癒される、うん、見てるだけで。続いてはこちら、ザフというものがあります。ザフ、ザフ、はい、何ですかザフ。これはですね、座るときに骨盤の下、お尻の下にこれを座布団のように入れていただくと、ここ、はい、そうすると自然と背筋が、あー確かに、前にこうね、やっぱり骨盤がいい姿勢でサウナに入ることができます。上がるわ。ちょっと僕が若干スケールオーバーで、そうですね、ちょっとせい、大きいからね、そうですね、社長は。あ、でもこれいい、いい、ね、そうなんですよ。姿勢悪くなりがちなサウナ、こうやっていい姿勢で入ることで呼吸もねたくさん入って、確かに体の新陳代謝も促されます。あ、これいいね。これも使わせてもらいます。じゃじゃん、悪魔のサウナマスク。サウナハットじゃなくてあのハットなんですが、この辺りまで来るという。うわー、せっかくなんで。顔が熱いときこれいいかもね。あと顔バレしなそうっすね。ああ確かに大事なことじゃないですか。俺はじめ社長いいんじゃない。そう、だからこれ着てサウナ行こうかな。あ、全然わかんないけど。わかんないっすよ。全然わかんないけど、この人とはちょっと一緒に入りたくないかもしれない。気になっちゃう。あ、確かに。でもこれいいね。そうですね、顔バレしないから。全然誰かわかんないです。顔バレしたくない。基本やっぱマスクつけずに入るんで、バレちゃうことが多くないですか。そうだよね。これはありがたいですね。顔が熱くならないしね、これだとロウリュしてる。作ってくださった方からメッセージをいただいています。はい、はい、ご購入ありがとうございます。こちらを装備すると力がプラス5、素早さがマイナス3となるのでお気をつけくださいませ。何言ってんだこれ。でもなんかちょっと強くなった気がしますね。本当ですか。素早さ落ちるんだ。素早さ落ちました。重いんですよね。ドラクエの装備みたいな。では、はい、もう一つあります。扇風機すごい。いいですか。え、これだってサウナ内で扇風機意味ないよ。これはですね、まあ熱波師さんがいない施設もあるじゃないですか、はいはい、そういう時にうわセルフ熱波。え、すごいわこれ。どうですか、どうですか。断面だけで、怖っ、何これ。まっすぐでこれやりました。もういよいよやばい人も。サウナではないです。うわ、これでもすごいね、熱波。来てます。あ、来ますね。お二人とも一気に汗が。おー。
あ、これはもうすごい。エレガント渡来さんがいない時でもこれは。そうなんですよ、そうなんですよ。え、こんな扇風機ってサウナ内だと狂気になるんだ。あ、めっちゃ熱波。あ、すごい乳首痛い。焼けちゃう。ラブ、乳首にちょうど当たるところ焼ける。マジで。熱い。乳首取れる。取れるっすね。乳首焦げ取れそうになったよ。あ、効く。わ、すごい、これ、これもうやります。ぜひ。うん。ちょっと物足りないなって言って、これでね。山でやってください、藤森さん。はい、やります。熱い。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。サウナラアンドサウナグッズ大好評発売中です。今回新しく発売となったこちらのアンドサウナ T シャツはとっても柔らかい素材でサウナの後にもおすすめです。詳しくは概要欄を見てね。